ゾーいけ。はい、こんにちは、ケイドラです。今回はカフカこと怪獣8号を使っていきましょう。動撃3種でこのステータスですね。結構バケモンなんですけども、アンチアビに関しても超 AGB、 超ダミオ、超マインスイーパー、アンチワープと4つを持っている中で超アビ3つなんですよね。まあここも恵まれていますし、あとはパワー型ですけども、このキャラは超 AGB とダッシュ M あるんで、機動力もね、そんじょそこらのバランス型よりも速いと思います。で、重力バリアキラーと神王封じ EL 持ってるんですけども、まあ、特に近畿震源の涅槃弱城においてはこれ両方ともキラー乗ってくるんで、ものすごく強いと思います。まあバケモンでしょうね。で、まあ空中庭園4に関しては重力バリアキラーしか乗ってこないんですけども、まあ、そこに関しては友情コンボの超強バンドヒールで HP サポートもできますし、 SS を打ったらね、敵の弱点倍率を上げることができるんですけども、まあ、これが今のところ何ターン継続か分かりませんが、2段階だったら2倍上げてくれるんですよ。なんで、まあ、しっかり後続のサポートもできるっていう部分で、サポートも、まあ、サポーターとしても一応使えると思います。では行きましょう。まあ基本的に、まあ空中庭園4に関してはメインアタッカーではなさそうですよね。まあ、テキーラアルファがね、超バラ、そして、パワーオーラもあって、殴り火力めちゃくちゃ高いんですよ。まあ、超アンチワープもありますからね。まあ、そこのキャラとかと、まあ、張り合うことは多分できないとは思うんですけども、まあ、でもしっかり強いと思います。まあ、もともと攻撃力は高いですからね。5万ぐらいありましたからね。さあ、一旦ここは、SS を貯めていきましょう。で、多分近畿深淵もね、多分次来ないっぽいんですよね、木が。毎回このパターンは何なんでしょうね。コラボキャラで使えそうなキャラがいたりとか、なんならゴーコもまだかな。やっとゴーコ次使えるのかな。近畿深淵適性はなぜかその強化もらってからしばらく待たされるパターンめちゃくちゃ多いです。さあ SS を貯めていきましょう。いい感じに溜まってきましたね。で、このチェイスに関してはもう一応キラーが乗ってくるんで、例えばここに関して、まあ、エスカトロジーなんですけども 4.5 倍ですね。神王封じと重力バリアキラー乗ってくるんで 4.5 倍の友情火力が出ますと。じゃあさすがに強いでしょう。ちょっとかするだけで、てか殴りが強っ。そりゃ強いか。てか超マインもあるから 4.5 倍 ×1.5 倍か、4発分はやばいっすね。で、一応初撃は超パワー型だったら 1.2 倍補正かかるんで、いえいえ、チェイスがすごい火力出してたな今。キャラ重なってるんでちょっとあれ危ないな。ここ突破したくないですね。よし、ここまで来たらね、倒したくないんですけどね。あ、拾っちゃったか最後。それはさすがに強いよな。それは強いな。まあ1段階ですけど打ってみましょうか。確かに、あれっすよね。よしよし。で、初撃も一応この超パワーの恩恵は乗ってくるんで、弱点に当てた方が一応弱点ヒッチ扱いなんですけどね、この SS。 いきましょう。ドア強っ。4700万か。これどんぐらいなんやろね、ボスの HP1 段階でこの火力ワンパンやないかい。ワンパンですこれ。はい。実質ワンパンでしたねこれ。ワンパン SS としても一応起動できるんで、これがまあ涅槃弱城においては HP フルマックスで使ってみた動画では、あの紋章なしでボス1でゲージ飛ばしていたんで、ワンパンが狙えそうなんですよね。
だからやっぱり近畿震源にかなりアプローチしたキャラなんじゃないかなと思っています。では行きましょう。軽くね3体編成試してみたんですけど、3体はさすがにきつかったんですね。っていうのもこのキャラもう一度見てみると、空中低減4の適正部分って重力バリアキラー、あとは友情コンボの超強バンドヒール、そして SS っていう感じなんですけど、ここにアプローチをするんだったら多分超レーザーストップだったり無属性耐性だったり、なんかそういったね、なんか防御面のスキルもうちょっとつくんですけど、そこを含めてもう一度見てみるとそんなにこのクエストにアプローチしてないなって感じがしたんですよ。まあ、ゆえに、まあ、反射員の雑魚処理に手こずってさっき負けちゃったんですけど、まあ、それはねどうしてもね、まあ、テキーラアルファとか最前線のキャラ連れて行っても起こる事故じゃないですか。なんで、まあ、気候封じとかも、まあ、今後つくんじゃないかなっていうふうに思いますね。適正キャラとして出すんだったら。もうだから1段階2段階ぐらい強いキャラは出そうだなっていう感じはするんですけども、まだ分かんない。さっきバトル3で中断したんで SS がバカ強いかもしれないけどね。これでこのキャラね、パワー型のクリティカル持ちなんでクリティカルが結構出ます。さっきもね出てたんですけど、弾として動かしてもクリティカル出るんで、それは強みかなと思いますね、このクエストにおいては。他のクエストでもそうですけど、弾として動かしても強いと。まあ、どっちかで言うとそうかな。SS が動けないので、より政宗との相性がいいキャラだと感じましたね。どうしても動けないから。で、あとはもうクリティカル出しまくってくださいって感じになっちゃうんですけど。ここで SS2 本打っちゃったらこの次が結構やばいですけど、まあ、クリティカル持ってるのでなんとかなると信じてください。さあ配置は悪くはないかな。本当に硬いんでこいつ。クリティカル OK、 1回でも出せばもう同じです。ありがとうございます。十分です。落雷マジで痛いな。今のこのターンで2万8000食らってるもんな。HP のカフカ。改めて被ダメージが結構おかしい。クリティカル出てくださいって感じか。ヒットバックで上返ってくるわね、これ。そうよしよし、これです。マジでクリティカルは出やすいんで、まあ、今回運気取ってるのもあるんですけど、本当にクリティカル出るんで、まあ、今出てなかったら 4P で SS 打ってしまってたから結構ピンちゃったんですけど、クリティカルを信じろ。で、超強バンドヒールはこんな感じで、下振れ、上振れが結構激しいので、迂闊に友情だけ拾っちゃうと、何も生まれないことがありますね。なんで、超強バンドヒールは強いんですけど、ちゃんとここの拡大ヒーリングボムスローみたいなやつを活かしていかないとダメだなと思います。危ないです。ちゃんと活かさないと。ちゃんと拾っていきましょう、これ。さあ弾として本領発揮してくれ。クリティカル、クリティカル、クリティカル。よしよしよし、出てるね。めっちゃすごい。クリティカルがすごいね。本当にクリティカルに頼ってください。このキャラはそれでいいんです。よし、
ボス戦入りましたが、最初あれか処理がむずいやつか、じゃ反転食らってるし、ここがねどうしてもねテキーラアルファの SS バカクソ強いんで、反射2体だけだったら結構しんどいよな。しかも SS その自強化じゃないんで、これはきついな。まず反射員から処理するのありですけど、これなんか埋まってそうやしな。うん、こっちから打ったら埋まってるもんな。でも反転してるから打てないよ。しょうがない、次の政宗まで待機かな。これはもうしょうがない。まあバブリーもらってるんで結構動きやすいんですけど、これは拾っておこう。あ、まさかの三処理した。え、そんな綺麗に三処理するまあこれバブリーギフトもあって超 AGB でダッシュ M もあるんで足が速いのが、まあ、このキャラの利点ですよ。ちょっと危ないんで言っときます。よし、 SS がちょっと打てなくなっちゃってるんですけど、どうせ打つなら2段階がいいからさ、1段階でもいいか、1本は。でラストゲにもう1本打つとかでもいいかな。ボスには基本ハマるところなんで SS はいらないから。弱点なかったよね。地雷だけ回収しておきましょう。クリティカル出しまくれ。あとは死なないこと大事。こんなに密集してるとやっぱでもめっちゃ回復するね、さすがに。うん、めっちゃ回復した。ナイス。硬いな、こんなに硬かったらさすがに SS そんなに入んないんじゃないかなって思い始めてきた。マジで硬い本当に硬すぎる。まあ打ちますよ、1段階ですけど1本打ちますね。で 2P は拾っておこう。しかも弱点にぶち込めるから一旦、一応弱点ヒッチですけど初撃でダメージ入るから。ダウンが入ったね。よし、いけ硬すぎる。まあ1段階ですから2段階だったらもうワンパンするかもしれないよ。勝った、マジで分かってたけど勝った。まあ弱点倍率アップがこれ効いてるね。よしよしよし、危ね、なんとかなったで、マジで勝った改めてここの硬さを思い知らされました、ね。絶妙に嫌な位置やなこれ。あー離れてもた、最悪のやつ。まあいっか、一斉すると早めに早めに。どっちがどこでなんか政宗使ってみたいになってない？大丈夫
SS を見たいね、2段階の SS。 あ、ナイス削る。ここのね、鬼もだいぶ硬いからね。で、反転する。まあ 3P、 鬼は確かダウンしなかったから 3P は今直接放っている。うん、よし、クリティカルで片方残らなかったね。よしよし、重複するやつ。めっちゃ重複しそう。さすがにボム入れるか。クリティカルかな、悪い方向に作動しそうやな。セーフ。SS 打つのもったいないよな。もったいないからここで。いやー、怪しい、怪しいか、打った方がいいか。でも雑魚処理大変なんよね、釣り打っちゃうと。打とう。こっちを倒しきってくれ。バウンドヒールでナイスバイク。うん、これで、まあ、ラスゲは正宗すぐ打てるんでいいでしょう。やっぱでもめっちゃ回復するね、こんなに拾ったら。バブギフがあるので、ここの処理むず。よしよしよし。で正宗やな。なんかすごいガチ攻略になっちゃってる。むずいな、やっぱこのクエスト。回復しまくらないといけないからさ。よし、ナイス食いって帰る。 4P の地雷拾ってくれない、誰か。拾ってくれてるわ。ナイス食いって帰る。これはもう 3P 売っちゃいますね。打ちつつ 2P 拾うか。 OKOK。 若干ラグがあるからダウン入るはず。頼む、2段階ラストゲージ。 HP 多いよ。ダウン入ったね。よし、いけ。だーかったまあ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 、この後が大事。弱点倍率アップ。調べてみると3段継続らしいんで、次の HP が動き終わるまでかな。
かっけえな。マジで硬い。弱点倍率アップがこれは効いてほしいな。殴れ殴れ殴れ。ダウンしてから今ワンチャンあの隙間に潜り込めれば。よし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 。グリティカル出てほしかったね。多分これで切れるはず。うんうん、なるほどね。3ターン後続の火力サポートができますよという感じですね。よし、なんとかなりそう。むずいけど、普通にこのパーティーはむずい。むずいっす。全然楽じゃないっす。むずっ。OK、クリアできましたが、やっぱり最初にも言ったように、空中庭園4はそこまでやっぱアプローチしてなかったですね。めちゃくちゃ硬いから、ボスが。だから今後、多分半年以内には、まあ、コラボキャラか限定キャラか分かんないですけど、空中庭園4をさらに楽にするようなキャラは出ると思いますね。この感じだったら。はい、以上使ってみたでございましたが、とりあえず近畿深淵では使えないんであれなんですけど、まあ、勝手な想像だけで言うともうぶっ壊れっす。まあこれが多分ね、もう間違いないと思う。さすがに強い。まあ、使ってみたでもゲージ飛ばししてましたからね。それは 4.5 倍の火力に、まあ、超マインスイーパーさらに 1.5 倍乗りますし、超強バンドヒールも、まあ、あのクエストは特にヒットポイント管理が結構難しいんで役立ちますし、うん、どっちかというとやっぱ深淵をメインとして壊すキャラで出たんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、空中庭園4に関しても一応クリアできましたが、まあ、政宗に頼ってる部分が多かったので、まあまあ今回あえて2体編成してるんで、1体編成だったらまだありっすけど、まあ、2体3体編成は現実的に多分きついっすね。まあ、どうしても重力バリアキラーしか火力アップ要素ないし、まあ、クリティカルは結構出るんですけど、まあ、SS もね3ターンの継続の自強化じゃなくて弱点倍率2倍なんで、まあ、その割には結構その短縮要素もなくて、打つことができたの1回とかですよね。ボス戦で1回1回なんで、まあ、溜まりも遅いし、まあその分あの紋章で遅延無効つけてたらね、幽霊になっても遅延されないんですけど、それなかったら、まあ、遅延されまくっちゃうんで、まあ期待よりかは下だったかな。もうちょい強いかなと思ったんですけど、まあ、全然使えなくはないんで、そのテキーラアルファ持ってませんとか、まあ、適性困ってましたっていう人はしっかりね、手助けしてくれると思うんですけど、めっちゃ楽になるかって言われるとめっちゃ楽ではなかった。政宗に頼ってたからね。はい、まあそんな感じでございます。よかったらね、皆さんの感想もぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いします。それではバイバイ。